とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しいビルドを使っていきたいと思います。これだね。まず、防具が、輝くローブ、エンチャントに、クールダウン、雷フォーカス、火炎フォーカスがついてます。で、弓で、夜の棒のリフレッシュ、バーストボウストリング、クールダウンショットです。どうもね、この防具にクールダウンがついて、さらに、弓でバーストボウストリングとクールダウンショット。これがついてるのであれば、アーティファクトはこれがね、鬼のように強いらしいのよ。羽、カバン、だね。羽でぴょんぴょんしながら、バーストボウストリングが発動すると。で、そうすると、クールダウンが効いてきて、カバンをね、連射できるようになるみたいなんだよね。まあ、うまいこと揃ってるので、どんな感じなのか、試してみましょう。まずは、クールダウンどれぐらいなんだろうね。羽が、3秒か。3秒で、クールダウン2ついてるから、まあ、1秒ちょっとか。1秒ちょっとのクールダウン。で、エレメントのカバンが10秒。まあ、4秒ぐらいか。4秒。で、クールダウンショットで 1.5 秒短縮するから、いけるか。まあ、とりあえず行ってみましょう。おいわお。連射できる。あ、ほんとだ、これすげえわ。これはいい、すごいね。ボタンを、カタカタカターって押してるだけで、だいたいいけるわ。で、羽でね、敵をスタンさせることも、まあ、できるにはできるよね。これあれだな。弓で、ここに流れ込む魂がついてれば、危ない。回復していっちゃうな。でもまあ。いや。弓のリフレッシュは、そうか、意味がないのか。アーティファクトで倒したら、意味がないんだ。そうか。なるほどね。うまいこと、はまっていければ、すごいけど、ちょっと隙ができた時にやられる可能性っていうのはあるね。まあ、その隙を見せなければいいんだ。隙を見せずに、やっていければ、全然、やっていけるんだよね。でもその隙がちょっと、できちゃう可能性もあるわな。流れ込む魂がこれ欲しい。なに。帯電か。流れ込む魂があれば、これめっちゃくちゃ強い。矢がちょっと足りなくなる可能性もあるね。でも大丈夫か。いや、ひどいもんだわ、これ。これひどい。やっぱり、ね、雷が当たった時に、どんぐらい ?1500 万か。1500ダメージが出るから、大概の敵はワンパン。そうね、これ、外れが連続で引かれない限り、まあ、死ぬことはなさそうやね。ずっと、冷気が出ない限り、大丈夫か。で、さらにこれ、輝くローブ黄金で、マルチロールがついてんのよ。なので、羽がダメになった時には、最悪転がれば、なんとでもなるんで、いけそうだね。今んとこ全然問題ない。大丈夫だわ。武器に、流れ込む魂で、よかった。これで全然いける。これは結構お手軽だね。基本的に、接攻撃はしないから、流れ込む魂さえ入ってれば何でもいいわ。余裕余裕。むちゃくちゃ回復する。エンダーマン。雷大体2発で倒せるって。すげえな。これは、あー、このビルドやばいわ。これはやばい。どうだ？あー、外れか。やばい、これあるかな？古代人1体ぐらいいてくれれば、すごく嬉しいんだけどもね。にしてもね、このビルドは強い。これ本当に強いよ。今までやってきた中でも、俺トップ3に入るぐらい、むちゃくちゃやりやすい。あって、およし、あったあった。ここはもう古代人でしょう。当たり。風ひげか。風ひげごとき。もうこれで、ワンパン、ワンパンじゃないか。ワンパンじゃないけども、まあ、速攻倒せるでしょう。いや、このやっぱね、1500万ダメージが出る雷っていうのはすごいよ。じゃあ、ははは、ひどいもんだわ、これ。本当に。うん、HP 減ったとしても、流れ込む魂の回復量が、もう半端じゃないのよね。ほぼほぼ全開するから、もうめちゃくちゃいい。これ、うん、装備が揃ってしまえれば、これ、マジでおすすめできるビルドやね。すごい。うわ、レッドストーンゴーレム来た。でも全く問題なくいけるでしょう。余裕。余裕すぎ。結構なんだろう、変なとこで出てくると、凶悪なやつなんだけどね。全くなんてことない。すげえ。いやー、快適だ。むちゃくちゃ快適です。素晴らしい。いや、よかったね。あのね、贅沢を言えば、この輝くローブ、マルチロールじゃなくって、ポーションバリアだったらもっと最高だったね。うん。まあ、そこまでピンチになることはないんだけども、一応保険のためにポーションバリアがあれば、もっと良かったかな。うん。危ねえ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 。危ない。幸運装備してから見ないとね。ミステリー。これはいらないな。シアダがいりません。影。いらないね。ダイヤモンド。いりません。チルゲールはいらないかな。レッドスネーク。いりません。スポンジストライカー。この前スポンジボブとか言ったな。スポンジストライカーいりません。はい。ということで今日は、この、羽カバンカバンビルドやってみましたけども、これは素晴らしい。マジでびっくりした。これ矢がね、足りなくなるかなと思ったのよ。でも、このね、夜の棒、これは矢の効率が結構いい方なんで、全然大丈夫。で、さらに、魂も回収するので、この流れ込む魂に、すごく貢献してくれるんで、いいです。うん。もうこのね、装備俺かなり気に入ったんで、今後使っていこうと思います。皆さんもどうでしょうか？では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。